はい、どうも、ゆっきーです。今回はですね、先ほどミルワームを、購入してきましたので、カマキリちゃんにね、あげてみたいと思います。ということでね、先ほどピンセットもね、こちら、ダイソーで購入してきました。でですね、こちらね、飼育ケースなんですが、本来、こうやって、飼育ケースをね、縦にしてね、やるとね、なんか、いい感じです。飼育ケースって本来、こう、横にしとくじゃないですか。それだとね、あんまりね、結構カマキリって、縦に、こう、動くんで、こっちの方がね、個人的にはね、なんか、良さそうな感じはします。まあ、実際どうなのかは知りません。けど、あんまりカマキリって、横にね、動かないんで、上とね、行こうとするね、性質があるのか、わかりませんが。よし、カマちゃん。ね、じゃーん。はい、ミールワーム。これは値段が200円、180円ぐらいだ。180円ぐらい。激安です。はい。これです。いきまーす。ほら。ほらほら。あれ。ちょ。ああ、力加減難しい。これ。食った。食いました。カマちゃんの捕食シーンでございます。うまいかー。結構ね、ミルワームはね、安くてね、これ何匹入ってんだろうな。50匹ぐらい入ってんのかな、これな。何匹入ってるか書いてないですけどね。基本的にね、ハムスターとかも食べるし、で、魚は食べるし、魚も食べるし、あと、カエルとかも食べますしね。非常に、タンパク質が、豊富でね。かなりいい餌です、これは。うま。うまいか。まあ、ミルワームは本来、なんだ、何のあれだったっけ。コガネムシっぽいやつの、幼虫なんですよ。だから、これ、この茶色い、この、なんか小麦粉みたいなやつ、これ、ふすまらしいんですけど、まあ、これが餌なんですけどね。ほっとくと、常温で保存して、ほっとくとね、さなぎになって、最終的に成虫になりますからね。これは、ミルワーム保存するときは、冷蔵庫の中で保存した方がいいです。うん。そうすると成長止まりますからね。うまいか、あ、落とした。うまって感じかな。カマキリは、2日に一遍、餌を与えるといいらしいんで。ミルワームぐらいの小ささだったら、
2匹あげればいいかな。うん。1日1匹でも良さそうな気がするんですけど。美味しそうに食べてますね。で、カマキリはなんか水を非常に飲むらしくて、まあ、らしくてっていうか実際飲むんだけどね。うん。ここにね、トイレットだティッシュペーパーに濡らした水をこの小さい容器にね入れてるんですけど、ちゃんと飲んでるのかわからないですが、飲んでるんですかね、よくわかりません。うん。飲んでるとこ今んとこ見たことないですね。まあ口にね、直接手を濡らして、指を濡らして、口をつけると、口につけるとね、ペロペロ舐めてね、飲みますんでね、水はね。かわいいですね。器用に、あれだな。食べるね。釜をうまく使って、上手に使って食うわ、こいつは。器用ですね、非常に。なんかテーブル、フォークとかの使い方がうまい、なんか西洋人みたいだな。俺全くテーブルマナーはゴミカスですからね。うまいか？もうだいぶ食べ終わりましたね、これ。もう、頭も食べたか。あ、頭も食べましたね。綺麗に食べたわ。綺麗に食べましたね、君。ちょっと、ピントが合わないんですけど。僕のカメラ、ピント、自動調節機能ないですからね。自動調節機能ないか。で、くしくし。ほら、ミルワーム、次の犠牲者は誰だ？ほら。出てこい。ドイツにしようかな。まるまる太ってるやつがいいな。まるまる太ったやつがいいな。噛みづらい。おい。こら。ああ。こいつ。ピンセットってつまむの難しいですね。ああ、落ちた落ちた。ほら。
あ、落ちた。あ、落ちた。これすっげえピンセットってあれだな。つまむの難しいな。くしくしかよ。ああ。本当に難しい、これ。力入れすぎると多分、あれやで。お腹いっぱいかな。すごい。地面動いてるやつを。お。食うか食うか。ああ、虫かい。いました。お、お、お。あ、ああ、なんだ今の。おお、なんだ。おい。すごい光景が見れたな、今。虫ですね。お、見た。お、お、お。カツ。このプラスチックケースが、あ。お。攻撃している。プラスチックケースの、あれに、鎌がうまく、刺さらないというか、なんというか。完全に無視ですね。完全に無視ですね。まあこれで当分餌には困らないですね。ミルワームがいるから。ミルワームがいればまあ当分餌には困らないですね。当分困らないですね。
もうダメだこれ。興味を持ちませんな、こいつに。あ、逃げるな。ああ。全然食いません。無視だ。もうお腹いっぱいみたいですね。うん。完全にね、無視ですね。動いてるの見てんですけどね、無視です。助かったな。お前、命拾いしたな。ふん。ということでね、カマー。カマキリのメスは基本的に飛びませんからね。ほとんど飛びません。飛ぶのは下手です。オスはね、飛ぶんで、よく飛ぶんですよ。オスは体重が軽いからか知りませんが、やけに飛ぶんですよね。ただこの子メスなんで、ほとんど飛びませんね。もう体重が多分重いんか、なんなんかは知りませんけど、ほぼ飛ばないですね。メスは多分、飛ぶのが下手なのか。稀に飛ぶんですけどね。ほとんど飛びません。飛びませんね、こいつは。非常におとなしいです。かわいいですね。うん。ただね、この子ね、左のね、足がね、ちょっと、途中からもげちゃってますんで、ちょっとそこが動きがぎこちないですけど、まあ、足の一本なくても特に問題ないですね。うん。まあ、一日一回ミルワーム一匹与える感じが一番いいかな。ちょうどいいかもね。お腹も減ってね。ちょうどいいかもしんないですね。かわいいな。見てて飽きないですね、カマキリ。また東京都内でもまともにいないですからね。全然いないからね、こいつ。
ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れです。